あなたのまだ知らない楽しいがきっと見つかるユンチャンネル。はい、こんばんは、ユンです。ロックンだよ。今日もおすすめの漫画を紹介していきたいと思います。うん、猫が飼いたい、猫が飼いたい猫が飼いたいです。安西先生、猫が飼いたい、いいかもう実家ではね、ずーっと飼ってて、うちの家族みんな猫派なのかな。うん、実家では飼ってて、実家にね、たまに帰った時にね、遊ぶんだけど、すごい可愛い。やっぱり私は猫派です。皆さん犬とね、猫だったらどっち派ですかね。うん、私は猫派で、ここのアパートの前のアパートに住んでた頃は、私自身でも飼ってたことあるんですけど、その時の子がまあ可愛かった。すごい甘えん坊でね、呼んだら来るし、常に構って構ってって。でも男の子だったので、ところ構わずおしっこしちゃうんだ。男の子ってそうなんだよね、猫って。うん、でも可愛かったっていうのをね、今ふと思い出して、で今家帰るとね、寂しいんだ。うん、誰も待っていない暗い部屋に、ただいまとこそり。やめようで、今回は購入漫画紹介会です。ごめんなさいね、結構続いてる、2、3回前回もそうだったしね、続いちゃってるんですけど、もう買っちゃうんだよね、積み物がたまるたまる。うん、そんな感じで今回は1、2、3、4、5、6、7、8、8タイトル、12冊の8タイトルご紹介していきたいと思います。でまず1冊目、じゃじゃん、図書館の大魔術師の8巻です。これこの一文字で図書館って読みます。スマホとかによってはね、変換でちゃんと出てくるらしい。私の持ってる iPhone はポンコツなので出てこないです。パソコンだとどうなんだろうな、常用漢字じゃないっぽいもんね、難しいかもしれない。で内容なんですけど、異世界ファンタジーです。あの転生とかではなく、リアルファンタジーで、この世界ではね、図書館の司書さん、いわゆるがものすごいね、権威のあるお仕事で、みんなの憧れなんだ。で主人公も例に漏れず図書館の司書さんに憧れてて、ただそれがね、すごい狭きもん、もうエリートしかなれないっていうのを目指して頑張っていくっていう物語、ざっくりね。でね、キャラクターとストーリーがまあ濃厚なんだ。すごい読み応えがある。キャラクター一人一人の個性っていうのもものすごく深掘りされてるし、そのキャラクターたちが織りなすストーリー、面白くないはずがないというので、これ結構おすすめです。図書館の司書になりたいっていうので、まあ、本がお好きな方はもちろんで、今言った通りね、転生ものじゃないリアルファンタジーなので、そういう、なんだろう、ナローとかには疲れたよっていう方なんかにはおすすめかもしれない。ファンタジーがお好きな方はね、うん、これ結構おすすめです。でもあれだね、ああ書いてあったか、140万部だって。もうちょっと売れていいと思う。で、お次。じゃじゃん。サンダの14巻です。これはもうご説明するまでもないですよね。観光ペースも早くて、私も定期的にね、ご紹介しているので。まあ、ざっくり言うならば、超少子化社会を描いた、ちょっと不思議なお話。主人公とその仲間たちっていうのが、いろんな神様の末裔っていう設定で、このね、首取れてる白熊さんもいるんだけど、これもね、どっか忘れたけど、どっかの土着の神様です。で主人公自体もサンタクロースの末裔だったり、あとナマハゲの末裔だったり、ジャック・オー・ランタンの末裔だったり、いろんなキャラが出てくる。プラスあとバトル要素っぽいのがね、前回から出てきてて、でも板垣先生の場合、バトルっていうよりもそこに至るまでの過程だったり、そのバトル描写っていうよりかは、多分
主義主張の方にスポットを当てた書き方をするんじゃないかなって勝手に思ってます。このサンダの前に書いてたビースターズもね、なかなか、なんだろう、思慮深いじゃないかな。まあ、意味深い、メッセージ性に富んだ作品だったので、これもそんな感じになっていくんじゃないかな、という期待。で、お次。じゃじゃん。僕の妻は発達障害の7巻と、こちら8巻です。で、完結です。7巻、8巻が、まあこれで完結っていうので、同日に発売されました。で、これね、個人的にすごい好きな作品で、僕の妻は発達障害。もう、その通りの作品。で、ノンフィクションなのかな？実際に、ある夫婦。漫画家さんの夫婦。で、奥さんの方が発達障害で、なかなかね、やっぱり生きにくいんだ。社会。単純に物忘れが激しかったり、一度何かに集中しちゃうと周りのことが手につかなくなっちゃったり、かと思えば話があっちこっちに飛んじゃって何を言いたいのかわからなかったり、単純に数字に弱かったりだとか、いろいろあります、症状としては。で、これ帯、すべての個性的な人たちと違いを愛せるあなたへ、すごく素敵な言葉だと思う。で、この作品自体も、その発達障害っていうのをネガティブに捉えずに、じゃあ、こうしたらいいよね、ああしたらいいよねっていう、かなりポジティブな形で表してくれてる。もちろんね、失敗しちゃったり、すごく心ない言葉をかけられちゃう、ぶつけられちゃうっていうシーンとかもあるんですけど、そこで腐っちゃうんじゃなくて、じゃあこうしたらいいよね、ああしたらいいよねっていう、かなり、なので、発達障害、もちろんね、抱えてる方なんかは大変だと思うんですけど、そうじゃない、まあ、いわゆる健常者の方でも勉強になる、メンタルヘルスの勉強になる、そんな素敵な作品。で、お話自体もすごく力強くて、すごく素敵で、それでいて勉強になる。言うことなしじゃない。で、これね、何だったかな、僕の大好きな妻だったかな。っていうタイトルでドラマ化もしたみたいです。私はそっちちょっと見れてないんですけど、それぐらい、まあ、素敵な心を打つ作品なんじゃないかなと私個人的に思ってます。終わってしまったのがとても悲しい。例えば自分の周りでね、こういった障害をお持ちの方がいたりだとか、そうじゃなくても自分自身がちょっとね、参りやすい、ちょっとしたことで傷つきやすいっていう方なんかは、そういったメンタルヘルスの勉強になったりもするので、とにかくポジティブです。すごく素敵なお話。そういった方なんかには特に読んでいただきたいかな。で、お次、じゃじゃん。吉祥天女の一巻からこちら4巻まで買ってまいりました。で、完結です。これね、吉田先生、作画、これがね、すごく古い作品なので、結構作画が変わっちゃってるんですけど、吉田先生で言うと、私の中ではバナナフィッシュ。アニメ化もされましたし、あれがね、ミステリーの名作だと私は勝手に思ってます。まあ、BL 要素を含むんでね、あれは。好き好きあると思うんですけど、私は、まあ、BL に目をつぶりながら、それでも、ミステリー作品として楽しめた。で、今回この吉祥天女、これも、まあ、サスペンス、ミステリー、そんな作、サスペンスかな。この画力と天女っていうタイトル、何かしら神通力じみたものを使う作品なのかなと思ったら、そういうことではなかったです。ただすごく美しい女性っていう立ち位置で、この主人公の女の子が、その女のね、魔性って言えばいいのかな、を駆使して自分の境遇を、今置かれてる境遇にね、歯向かっていくっていう、そんな、まあ、ある意味反骨精神があふれる作品でした。なかなか読み応えが古い作品で、これ第1巻の初版が昭和58年なんだ。
でも40年以上前、私と同い年なんですけど、今読んでも古臭くない、かなり読み応えのある作品でした。まあ、ファンタジーではないリアルなサスペンスとして、ある一人の魔性の女性を主人公にして、それを取り巻く環境っていうものがどんどん非日常に追いやられていくっていう、そういうサスペンスになってます。で、4巻で完結してるので、ね、サクッと読めちゃうと思う。これは面白かったです。で、お次、じゃじゃん、松陰に行こうの一巻です。これ天瀬しおり先生、この先生だと前回前々回ぐらいかな、ご紹介したここは今からリングですの作者です。の別のタイトルで、名前どうせでした、吉田松陰か、吉田松陰を主人公にした作品らしいです。まだちょっと読めてないんですけど、松下村塾だったかな、その吉田松陰、吉田松陰、松田松陰、どっちだったっけ、吉田松陰になってるよね多分、違ってたらごめんね幕末苦手なんだ。すごい幕末人気があると思うんですけど、新選組であったりね、坂本龍馬だったりだとか、お好きな方たくさんいらっしゃると思うんですけど、私はすごい疎くて、なので吉田松陰についても、あ、でも塾がね確かまだ残ってるんだよね、国の重要文化財かなんかで、にはね行ったことがある。違う塾だったらごめんなさい、多分吉田松陰のところだったと思う、旅行では行ったことある、その程度で。松陰を主人公にしてるっていうこと自体は前情報も全然入ってないのでごめんなさい、ちょっと分かんないんですけど、まあ幕末好きな方なんかはね読んでみてもいいのかなと思います。で、お次、じゃじゃん、ミステリーという流れの14巻です。で、すごいね、1900万部突破だって、すごい人気だね。これ映像化もしましたしね、ドラマとドラマ、ドラマとドラマ、ドラマと映画どっちもやったのかな、菅田将暉くんが主演で出てて、その影響もあるのかなって勝手に思ってます。1900万部っていうのは、これ単体では本当ミステリーという流れっていうタイトルの通りミステリーの作品で、結構サクサクお話が進んでいくので、モヤモヤを抱えたまま、あ、このお話続きが気になって眠れないっていうことにはならないかな。結構サクサク読みやすく進んでます。それにしても1900万部はすごいと思う。で、この田村先生でいうと、私過去に読んだことがあって手元にはないんだけど、バサラっていう作品があって、あれはねぜひ手元にまたお迎えしたい。で、それ以外にもね、田村先生昔過去にねたくさん名作出されてて、ちょこちょこ集めたいなと思うけど、なかなか置いてない、やっぱみんな手放さないのかな。まあそんな作品です。で、お次、じゃじゃん、かわいそうなまゆみさんです。これ土下先生だとね、過去にこちらアイスバーンっていう短編集を読んだことがあって、かなり雰囲気芸でした。なのでこれもで、あ、そうそう、これも短編集なんだけど、かなりの雰囲気芸なんじゃないかなと勝手に思ってる。で、ほんと短編集が好きなんだよね私前回も言ったと思うんだけど、どうしてもね買っちゃう。で、古本屋さんでずらーって見てる時もナンバリングついてないやつをやっぱ優先的に手に取っちゃうっていう癖がもうできてる。それぐらい短編集が好きです。で、これもね、土下先生、もう私の中では2作目なんですけど、1作目の先ほどのアイスバーンがめちゃくちゃ面白かったので、これも読むのが楽しみです。で、お次で最後です、じゃじゃん、青春金属バットです。
これ古泉なのかな、小泉なのかな、読み方わかんない、ごめんなさい。のこちら夕焼け集団リンチっていう作品を過去に持ってて、私の中では2作目です。でこれに関してはね、これもまあ短編集になるんですけど、男子中高生ってバカだよなっていう、そんな感想でした。すごくねバカバカしい、もちろんいい意味でね、とても楽しめた、そんな作品になったんですけど、これもねチラッと立ち読みして 1,2 ページ読んだだけでもう掴まれた。で無軌道ぶりにも程があるって帯にも書かれてるんですけど、ほんとそれ、本当にバカバカしい中にはね、ひょっとしたらものすごく示唆に富んだお話とか書かれてるかもしれないんですけど、冒頭のお話なんかはテレビ見ててツッコミでバコーンって金属バットでテレビぶっ壊すっていうだけのお話だったんだよ。うん、すごく楽しい。それ見ただけで私はもう掴まれちゃった。それもどうかと思うんだけどね。うん、まあいろんな漫画あるなって思ったのが正直なところです。これ読むのが楽しい。気になった方はね、この古泉だか小泉だかちょっと分かんないんですけど、うん、探してみてください。はい、というわけで最近の戦果じゃないね、購入漫画紹介会だね今回は。あ、以上です。でごめんなさい、冒頭にも言ったんだけど、購入漫画紹介が続いちゃってるね。買いすぎなんだよ単純に。でもしばらくちょっと購入控えようかな。新作はねもちろん追ってるので買うんですけど、古本をねちょっとしばらく我慢しようかなと。というのも、もう明日明後日か、動画で明後日とか言ってもチンプンカンプンだけど、まあ近々ねメガテン5のリメイクが出るんですよ。もう楽しみ。もうそれ手に入れたらちょっと動画の頻度も下がっちゃうかもしれない。そうならないように頑張るけど、頑張ることはないね。まあ楽しみながらね、うん、皆さんにも楽しんでいただきたい、この楽しいっていう気持ちを共有したいっていう形でやらせていただいてるので、まあ頑張るつもりはないね。まあ楽しみたいなっていう形で、うん、皆様にお届けできたらなと思うんですけど、メガテンがその楽しいを上回る可能性が高い。まあでもリメイクなので、いやでもなんか新規シナリオがあるらしいんだよな。今月6月の楽しみね、もうそこに集約されてるんだ私の中で。あんまり、そうだね、やめよう、あんまり話すと長くなるメガテンの話は。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。